昨日おとといと1個ずつ買い集めて釜無しプリンのパフェが2個揃ったので、今朝は夢の1個食いを朝ごはんにしようと思います。とヨーグルト、リンゴ酢ウォーター、ミロ、アイスコーヒーですね。おととい買ったやつは今日まで賞味期限大丈夫でしたっていうぐらいの賞味期限の長さです。釜無しプリンのパフェいただきます。同じように YouTube で Vlog をされているダルイモンさんの影響を受けて、夫がなんか不良になりました。ダルイモンさんの茶髪は不良っぽくなかったけど、夫はちょっとパーマがかかってるから、これ大丈夫かな。今日の FP 小話クイズ、ここのところずっとNISA関連で言ってますが、今日は2024年からスタートする新NISA、 1階部分が1年間で20万円非課税で運用できて、積み立て NISA で買えるものが買える1階部分、そして2階部分が1年間で102万円まで非課税で投資ができて、まあ、一般NISAに近い商品が購入することができる、株式とかですね、リスクが高い商品は除外されてますが、まあ、ほぼ一般NISAというような新NISAという制度がスタートします。さてこの新NISAですけれども、1階部分を使い切らないと2階部分を使うことができない、丸か×か、解説は後ほどします。今日の 3D プリンター成果物、オズモポケットのアクセサリーをいろいろと印刷しました。まず1つ目、オズモポケットに充電をしている間、まあ身動きが取れないですけど、もうスタンドを使うことで撮影できるようになるという、まあ、スタンドですね。で、これ単体でだとちょっと不安なので、こういうスタンド、そして三脚穴もついてます。で最後、まあ、ずっとつきっぱなしになってたこれですね、カバーなんですけど、まあ、頭ヘッド部分をカバーするカバーなんですが、これがこの回る状態で無事生まれてきました。すごいですよね、こういう回るところがこのままプリントしてちゃんと回るっていうのは。入り込みすぎたけど感動します。あ、そうか、あ、いいんですね、ここ中入ってたらここに止まるからいいんですね。はい、というわけで3アイテム印刷しました。明日の朝に向けてパンをまた仕掛けました。今日ちょっとここの強力粉が割れてるので、ドライイーストが水に接しないかちょっとだけ心配です。まあ、明日うまく焼けるといいなと思います。で、朝ごはんによく食べてるソーセージ、ジョンソンビルなんですけど、これちょっと高いんですけど結構美味しいので、ご興味ある方は試してみていただけたら美味しいんじゃないかなと思います。楽しみです。 FP 小話クイズの回答です。今日の問題は、2024年からスタートする新NISA、1階部分が1年間で20万円まで非課税で積み立て NISA で買える商品が買える、で2階部分が株式などが買える、今でいう一般 NISA 相当ですね、そこから高レバレッジ、投資信託などが除外されたものが102万円分まで買えるという2階建て構造になっている新 NISA、 この制度は1階部分を使い切らないと2階部分を使うことができない、丸か×かというクイズでした。答えは×なんですね。新NISAは基本的には確かに1階部分を使わないと2階部分を使えないということにはなっています。でも1階部分の20万円を使い切らなくても一部使っていれば2階を使うことができます。でもう一つ特例として、そのもうすでに一般NISAで株式などを運用している、株の経験が結構あるという方が、1階部分を使いませんと制限することで
2階部分だけを使うことができます。この場合2階部分の非課税の枠というのは1年間で102万円なので、現在の一般にその120万円よりはちょっと投資できる金額が減るという形になります。なのでまあどっちの切り口にしても1階を使って2階を使わないといけないというシーンでも1階を使い切る必要はないので×ですし、まあ、1階を使わないと宣言することで2階だけを使うことができるという、まあ、例外措置というか特例措置があるので、やっぱり1階部分を使い切らないと2階を使えないというわけではないということで、どちらにしても回答は×ということになります。以上 FP 小話でした。